こんにちは、商店街散歩です。今日は雨の日、千葉にあるとある団地商店街に来てます。ここは花見川団地の中にある商店街で、昭和43年から続く南北に分かれた広い商店街です。この辺は団地地帯が広がっており、上空から見ると縞模様になっています。この団地群の中心となるような場所に位置し、周りの団地を支えている商店街になっています。ちなみにこの周辺には面白い形の建物がちらほらあります。団地地帯ってこういう建物多いんでしょうかね。街角花いっぱい運動として、一年中花があふれているこの場所は、近隣住民の癒しの場となっているでしょう。商店街の周辺には保育園、幼稚園が9カ所、小学校が4校、中学校が2校あり、子育てには最適な環境が整っています。ちなみにこの辺りは無印良品ブランドで知られる良品計画が、千葉市や UR と協定し、丸ごとリノベーションを計画しているらしい。多分風景も今とは違ったおしゃれな姿に変わるだろう。今後期待が持てますね。個人的には今の姿がなんだか温かみがあって好きなので、この時この瞬間に出会えたことが嬉しかったです。
雨の日に商店街を撮影するのはもしかすると初めてかもしれません。いやー、この場所は何気にアーケードになっていて助かりましたね。アーケードって言っても反アーケード商店街な気がしますが、アーケードのありがたみを感じさせられますね。今回レンタサイクルを借りてここまで来たのですが、帰り雨もほぼ止んでいてなんとか帰りましたが、もう少し強くなっていたらどうしようかなと思っていましたね。レンタサイクルの旅はレインコートとかあった方がいいかなと思いましたね。花見川団地商店街でした。また次の商店街でお会いしましょう。それでは。ご覧のスポンサーの提供でお送りしています。